震災から12年となったおととい、岩沼市で語り部を続けてきた市民たちが新たな組織を作り、引き続き震災の伝承や防災活動を行っていくことになりました。自分の身はやっぱり自分で守って、率先して逃げるっていうのが必要になると思うんですね。ちなみに天然湖ですかね。まさに一昨日発足したのは岩沼震災語り部の会で、10代から80代まで8人の市民が参加しました。岩沼市ではこれまでも市民がボランティアで語り部を行ってきましたが、震災から12年が経ち、語り部の高齢化などが問題となっています。そうした中、今後も活動を続けていくために語り部の会を発足させ、おとといも県内外から被災地を訪れた人たちに自分たちの体験などを伝えました。若い方、もちろんですけれども、あと少しでもこの地域で、ボランティアで語り部を行っていただく方を増やしたい。今後は語り部の活動に加え、防災キャンプなどのイベントを行うなどして、震災の教訓を次の世代に伝えていくことにしています。